ん？どうしました？あ、ちょっと緊張してます？こういう店には初めて来た。なるほど。でも、大丈夫。すぐにその緊張をほぐしてあげますよ。さあ、ここに寝てください。私が膝枕してあげますから。よいしょっと。ん？本当に膝枕してもらってびっくりしてる？そりゃここは耳かきのお店ですから。お客様、本当に緊張してるみたいですけど。でも、勇気を出してこのお店に来たってことは、前から耳かきに興味があったんですよね。あ、やっぱり。昨日やっと意を決して電話したと。そして公式サイトで私の写真を見て指名した。なるほど。そんなこと聞かされたら、頑張らないわけにはいかないですよ。私、今日はいつも以上に張り切っちゃいますよ。ってことで、耳かき始めますね。今は緊張していても、そのうちすぐにリラックスできるはずですよ。お客様は耳かき屋に来るのは初めてってことですけど、耳かき自体も初めてなんですか？あ、実は初めて？じゃあ今日は初めて尽くしですね。でも、どうして耳かきしてもらおうなんて思ったんですか？いや、だって気になるじゃないですか。お客様がお店に来る理由って。最近仕事で疲れてるから、癒しが欲しかった？そっかそっか。じゃあなおさら今日は頑張って耳かきしないとダメですね。私の使命はお客様を癒すこと。今だけでも嫌なこと全部忘れて私に身を委ねてくださいね。
なんか不思議ですよね。だってほら、お客様がお店に来るじゃないですか。そしてお互い初対面。でもその数分後にはこうして膝枕して耳かきしちゃってる。普通だったらありえないでしょ。まさに異空間？いや、異空間は違うか。幻想的？いや、それも違う。そう、非日常って感じがする。それもまたこういうお店の魅力なのかもしれませんね。店員さんがフレンドリーでびっくりした？このお店はそれがモットーなの。だって堅苦しく話しかけられてもさ、なんか親近感が湧かないし気持ちも落ち着かないでしょ。フレンドリーなお店で安心した？うん、そう言ってくれると嬉しいな。だって私、堅苦しい雰囲気苦手だから。
聞いていいのかな？君はどんなお仕事してるの？ああ、システムエンジニア？ええー、じゃあ毎日パソコンで仕事してるって感じですか？ああ、やっぱり。なんかパソコンの仕事って肩こり大変そう。それもそうだけど、精神的に疲れる？考えてみればそうですね。ずっとパソコンと向き合って作業してると、頭すっごい疲れそうですもんね。でも、今はどうですか？何も考えず、頭を空っぽにして身を委ねて、少しはリフレッシュできてます？疲れがどんどん消えていく？よかった。でも、まだまだ耳かきは続きますよ。こんなもんじゃ済みませんからね。どうですか？耳かきハマっちゃいそうな感じですか？ハマっちゃいそう？いいですね。じゃあこのままドハマりして毎日通っちゃってくださいよ。毎日通ってもいいかも？お、そんなに私の耳かき気に入っちゃいました？へえ、気に入ったんだ。さすが私。冗談ですよ、冗談。Thank you.
かゆいところないですか？背中？背中ですね。了解です。どう？こんな感じでいいですか？オッケー。だいぶ緊張が取れてきましたね。最初は恥ずかしくてもすぐ慣れるでしょ？慣れたらもうひたすら私の耳かきの虜になっちゃいますよ。この後は何か用事とかあるんですか？どこかでお昼ご飯食べて帰るだけ？まあせっかくの休日ですし、家に帰ってのんびりするのが一番ですよね。あまりあちこち歩き回っても疲れちゃいますもんね。私も休日は完全にインドアです。家でコロコロをして、お互いインドア同士気が合いそうですね。
家にいるときはどんなことしてるんですか？ゲームとかネット、あと漫画読んだり映画見たり。なんか私と一緒です。やっぱり最近ってこう家で遊べる趣味っていうか娯楽がたくさんあるじゃないですか。だから家にいても全然楽しく遊べちゃうんですよね。この前うちにいた若い子もね、家ではそんな感じだって言ってた。そう、まるで高校生みたいにはつらつとした可愛い女の子だったよ。あ、今ちょっと反応した。もしかしてその子に耳かきしてほしいとか思っちゃった？残念。その子はもうやめてますよ。ん？私に耳かきされるのが一番？君結構からかいがいのある人だね。こっちの耳はミッション終了かな。そろそろ左の耳やってもいいですか？うん、じゃあ頭の方向を変えてください。大丈夫ですか？この体勢きつくない？このまま眠っちゃいそうな気分？うん、それならよかった。じゃあ左の耳も張り切ってやりましょう。Thank you.
こうやって耳かきしてるとたまにコロッと寝ちゃうお客さんとかいるんですよ。そう、気持ちよすぎていつの間にかね。そういう時、起こしてあげようか迷っちゃいます。せっかく来てもらったのに寝て過ごすのはあれだし、かといって気持ちよさそうに寝ているところを起こすのも悪いし。ねえ、君はどっちが正しいと思う？自分は起きて耳かきの心地よさを感じていたい。ふふん、すっかり耳かきの虜になっちゃったのかな。っていうかさ、ねえ聞いて聞いて、なんか最近めっちゃ腰が痛いんだよね。この年で腰痛とか嫌だな。ってこんな年寄り臭い会は嫌だよね。もうちょっとこう若々しい話しよっか。なんだろう。あ、思いつかない。私って特力ないのかな。って、もう笑わないでよ。こっちは真剣なのにさ。
君ってパソコンのお仕事してるんだよね。じゃあ今度いろいろと教えてほしいな。だってなんか月並みな言葉だけどさ、やっぱパソコンって独学で勉強するの大変じゃん。だから詳しい人に教えてもらった方が絶対楽だなと思ってさ。教えるのめんどくさい？ああ、そういうこと言うんだ。教えてくれたらもっとすごい耳かきテクニック披露してあげようと思ったのに。いつでも教えてくれる？君って耳かきを餌にすれば何でも言うこと聞いちゃいそうだね。ごめんなさい、ちょっと足がしびれちゃって。うん、そう、ずっと膝枕してるとね、たまにしびれちゃって大変なの。大丈夫だよ、これも仕事のうちだから。っていうかさ、正座をすると背が伸びなくなるって昔よく聞いたけどさ、実際はどうなのかな。それは背が小さい日本人の言い訳だ？そういう考え方はちょっと思いつかなかったかも。でも確かに正座して背が小さくなるみたいな言葉って最近はあんまり聞かないよね。日本人も背の大きい人増えてるし、迷信ってさ、案外本当にそういう理由でできるものなのかもね。
私ね、ちょっと悩みがあるんだ。あのね、私ってあんまりリピーターがいないの。耳かきのテクニックは評判いいらしいんだけど、なんでだろう、やっぱり喋りすぎなのかな。私喋るの好きだからたくさん喋りたいんだけど。ねえ、君はどう？俺は喋ってくれる人の方がいい？君は本当に嬉しいことばかり言ってくれるね。絶対またここに来て、私を指名してくれる？ありがとう。そんなこと言ってくれたの、君が初めて。絶対また来てよ。約束だよ。あともう少しで時間になっちゃうけど、最後まで頑張るからね。こんなに気合を入れて耳かきするのは、君だけ。特別だよ。あともう少しでこの時間も終わりか。
なんか名残惜しい。こんな気持ちになるの初めてかも。君は今日十分に楽しめた？そっか、それならよかった。君とはすごく仲良くなれた気がする。そんなにたくさん喋ったわけじゃないのに、なんか不思議だね。なんとなく君とは気が合う感じがする。これで終わり。お疲れ様でした。こちらからお帰りください。またのご来店をお待ちしていますね。あ、そうそう。ねえ、君。これ、私のシフト表。わざわざホームページで出勤表を見る必要なんてないんだよ。私のシフトは常に君の手の中にある。いつでも暇な時、私に会いに来てください。あ、そういえば、紙の裏に私の電話番号を書いてた気がするんだけど。まあ、気のせいだよね。じゃあまた今度、楽しみにしてるよ。